ここで会ったが100年目。この顔を忘れたとは言わせないよ。駿河の国でお前さんに斬られた呉服屋伊右衛門とはあたいのお父っつぁんのことさ。まさかあの時の小娘。敵討ちだけを望んで歩んだ旅ガラス、かねて備えた懐刀を幾たび夢の中で抜いたことか。積年の恨み、今こそ晴らさん。チョコ材な、手ごめにしてやれ。女ごときに俺が切れると思っているのか。昨今江戸を騒がす辻斬り銀次の正体は何を隠そう、この俺よ。バカな男だね。辻斬り銀次はあたいなのさ。見ててくれたかい、お父っつぁん。よっ、原吉太郎日本一。マスミ、紙吹雪は切り終わったのかい？いえ、まだ。何ちんたらしてんだ。明日の朝には大阪に出発だよ。ちょっと人気が出ただけでもう看板気取りかい？これっぽっちの金で勘違いも大概にしな。意気がるんじゃないよ、ガキのくせに。なんだいその目つき。それが母親に対する態度かい？今度は化粧じゃ隠せないくらい深くえぐってやろうか。よさないか、ヨコ。あんたに指図される筋合いはないよ。誰が興行を取ってきてると思ってんだい。ドラちゃん、今夜元町行かない？いいのかい？かまうもんか。大丈夫か、マスミ。紙吹雪は心配するな。明
トラックの中で父さんが切っといてやる。父さんな、芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ。だから今夜は繰り出すぞ、横浜中華街。どうだ？うん。そうだ、マスミ。横浜の学校の友達にはちゃんとお別れ言ったのか？友達なんていないよ。いつも1ヶ月で転校だからね。仲良くなるだけ無駄だよ。寂しいこと言うな。父さんの子供の頃は学校なんて行かせてもらえなかったんだぞ。よし、今日は奮発するか。見ろ、中華料理の王様、北京ダックだ。天日に干したアヒルを丸ごと釜で焼くんだ。表面の皮がパリパリで、そりゃ絶品らしい。でも、絶対に高いよ、中華料理の王様なんて。いいんだよ、今日は特別な日だろ。おいおい、マスミ、メインディッシュ前に食いすぎなんじゃないか？こいつらは前座だ。看板役者がまだ来てないだろう。分かってるよ。北京ダックが来る前に便所に行ってくる。父さん、父さん、20世紀最後の日か。今世紀最後の昼飯でも行くか。なあ、イチ。イチなら地回りに行かせましたよ。大晦日なのにか。田室町に盆も正月もありませんよ。町が動いてる限り取れるものは取る。それがしのぎの鉄則ですから。チンカスなんかにな。しつこいぞ。立ち上がれ。
まあこんなもんだぜ。パリセンさん、ヤクザの許可なしでこんなもんさばいてただで済むと思ってんの？いかがわしいもんじゃねえよ。動物が映ってるだけのビデオで疑うんなら再生してみろ。知ってるよ。でもそれを裏っつって高校生に売るのはよくねえよな。見逃せよ。一番中学時代のよしみだろ。それにこれっぽっち、お前らヤクザのしのぎに影響ねえだろ。それが影響大ありなんだよ。偽物売られて荒川組に泣きついてきたガキども見捨てたらせっかくの大門が汚れちまうでしょうが。ああ、ガキから巻き上げた金全部出しな。ちょっと舐めすぎなんじゃねえか。舐めてんのてめえだろうが、三下のくせにや。さてどうしたもんかねえ。よし行くぞ。その程度だ。俺の番だな。一番の兄貴、大丈夫っすか？おう、三井、これ見てみろ。うひょー、結構えぐい額稼いでたんすね、こいつ。こいつ、昔から悪い人だけはターゲットんだ。でもやりましたね、今日のしのぎのノルマ一発で達成じゃないですか。何言ってんだ。これは高校生に返してやれ。え？せっかく取った金を。そうだよ。わざわざこいつに騙されたガキを全員見つけて。そうだっつってんだろ。おれ。わかりました。のう、そうだ、ミツ、ここどうなってる？メリゲンサックで不意打ち食らっちまってな。ああ、単行部できちゃってますな。ちげえ、紙だよ紙。パンチ当て直したばっかなんだ。せっかくいい形できたのによ。そんなこと言ってる場合ですか、兄貴。あ、こっちの方も整えて、ぶつで触るんです。すいません。顔面にも何発か食らっちまった。カッコつかねえぜ。いつものことじゃないですか。兄貴、ド M ですから。ド M？ 俺が？そうっすよ。だって兄貴いつも弱い相手でも一方的にボコりまくるようなことしないっすよね。様子見ながら戦ってるっつうか。ああ、そのことか。前から不思議だったんすよね。プ
ロレスじゃねえんだし、敵の技受ける必要ないっしょ。確かにその方が殴られねえしいいのかもしれねえけどよ。なんか俺に合わねえっていうか、それって勇者っぽくねえんだよ。勇者？おう、俺はよ、勇者のつもりで戦ってんだよ。喧嘩になると頭の中で自然に回っちまうんだよ、ドラクエの世界が。うわ、またドラクエすか。兄貴どんだけ好きなんすか。悪いかよ、いいだろう。そっちの方がアドレナリン出るし全力出せんだよ。勇者って俺たちはヤクザですよ。沢城の頭もいつも言ってますでしょ、やられたら終わりだ、先にやれって。今の話聞いたらまたどやされますよ。切り取り程度のしのぎで殺しなんかしちまったらそれこそ終わりだろう。ほら、荒川のおやっさんがいて、頭がいて、おめえがいる今の暮らしが好きなんだよ。それを壊すようなことはしたくねえ。もうあの頃みてえな、どん底には戻りたくねえからな。あの頃って何年遅れのドラクエをソープランドの事務所で一人ずっと遊んでいたガキの頃の話っすか。ま、そのおかげで今の俺があるんだけどな。カスが一番って人間は荒川のおやっさんから教わった度胸と勇者から教わった勇気でできてんだ。人生の教材ってやつっすか。俺もやりたくなってきたな、ドラクエ。おう、やれやれ。ただし騙されたガキどもに金を返してきた後でね。あそうでしたね。じゃあ俺この金返してきますね。ああ、終わったらタバコ屋の前で落ち合おうぜ。よし。いやあ、イチ。竹雄のおっちゃん、元気かい？おかげさまでな。スナック道夫のママがお前のことを探してたぜ。イチに店に来てほしいってよ。道夫ママが？俺に何の用だ？それは知らんがね。とにかく伝えたぜ。ママが何かのトラブルに巻き込まれたのかもしれねえ。決まっていくわ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。俺に用事って飲み相手のことか？師走に暇なやつなんてあんたくらいしか思い浮かばなくてね。何言ってんだよ、俺は今しのぎの最中だよ。何がしのぎの最中さ、かっこつけやがって。うるせえこのアルチュー。私はお前が生まれるずっと前から飲んでんだ。だけどこの通りピッピして。ほら言わんこっちゃねえ。次は本当に危ねえんだぞ。何かあったらどうすんだよ。肝臓ボロボロなんだろ。いい加減にしねえと本当に死んじまうぜ。悪かったよ、ありがとうね。竹雄のおっちゃんよ、日曜ママは酔っ払ってるだけじゃねえか。今さら何言ってんだ。この20年白子のママなんて見たことねえよ。それよりよ、桃源郷でトラブルみたいだ。すぐに行ってやれよ。桃源郷で何があったんだ。詳しくは分からんが、ソープなんだからいろいろあるだろう。客と女の揉め事とかな。早く行ってやれ。わかった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いいとこに来た。大変なことになっちまってよ。どうした。店の便所が詰まっちまってよ。でもトイレのすっぽんが見当たらないんだよ。トイレのすっぽん？うんこ吸い出すゴムのカップだよ。
荒川組の事務所にないか？あったら貸してくれよ。ふざけんな、ヤクザは便利屋じゃねえぞ。なめてんのか。なんだよその言い方は。お前が散々漏らしたクソを片付けたのは誰だと思ってんだよ。赤ん坊の時の話を持ち出すんじゃねえ。小学5年まで漏らしてたじゃねえか。うるせえ、あん時はたまたま腹壊してただけだ。ありがとうございます。はい。のスポン。なあ、ばあさんとこにあんだろ。桃源郷に持って行ってやってくんねえか。そんなもんお前が買ってやれ。桃源郷は実家も同然だろうが。普通お前くらいの年になれば実家に仕送りするのが当然ってもんだろ。そんな金あるわけねえだろう。自分の生活だけで毎月カツカツだ。いっそ荒川組なんて三次団体抜けて羽振りのいいとこに拾ってもらえよ。下っ端でも今よりかいい暮らしできるだろ。バカ野郎、俺は荒川のおやっさん以外と杯川好きなんか1ミリもねえよ。
従順なこった。そういや、イチちょいと小耳に挟んだんだが、荒川のガキンチョの子守係になったんだってね。言葉に気ぃつけろ。若は俺と同じ年だ。ガキンチョじゃねえ。何が若だ、時代劇じゃあるまいし。それに子守じゃなくて介護だ。若は小さい頃から病気で車椅子が必要なんだよ。だからって外出のたびに組員に面倒見させるのかい。荒川もガキのこととなるとケツが青いね。バーバア、それ以上おやっさんのこと悪く言うと承知しねえぞ。お疲れ様です、兄貴。ああ、ミツ、高校生に金返してきたか。はい、随分と感謝されちゃいましたよ。そいつはよかった。喜んでる場合ですか。次のしのぎで上がり出さないと今日こそ頭に殺されますよ。分かってるよ。で、次のしのぎってのは切り取りっす。相手は闇金から50万借りたっきり1円も返済してねえ男です。しかもヤクザが脅してもビクともしない野郎らしくて、他の組が手を焼いていた債権をうちが買い取ったんです。よし、ほんじゃ荒川組の威厳にかけてきっちり回収しねえとな。はい、沢城の頭からは手荒な手段使ってでも財布取り上げてこいって言われてるんで。で、その借金男はどこにいるんだ。今の時間なら第三公園にいるはずです。先に行って様子見てますんで、兄貴もすぐ来てくださいね。わかった。